はい、のみさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモン SV の最新情報をお届けしていきたいと思います。ということで、本日は11月25日の月曜日を迎えましたので、いよいよ最強御三家最後の土台とスレイドイベントがね、終了してしまったわけですけども、なんとここからはですね、来月開催の色違いレッグザレイドイベントの準備期間ということで、そのための前哨戦ともいえる数々のイベントが控えております。で、今週はですね、その第1弾として3つのイベントが開催されることになっておりますので、今回はそれらの最新イベント詳細について皆さんに紹介していきたいと思います。ですので、今回もイベント情報を見逃したくないという方は、ぜひ今回の動画も最後までご覧ください。というわけでですね、早速今週から開催される一つ目のイベント詳細から一緒に見ていきましょうか。はい、まず一つ目ですね、こちらになります。アーマガーとハラバリーのピックアップレイドイベントですね。こちら、ここに書かれてある通り、黒いレッグザ降臨に向けてテラレイドバトルで頼もしい仲間を増やそうということで、まあ、公式がね、直々に色違いレッグザレイドに対抗できる対策ポケモンをレイドバトルで用意してくれているといった感じになっているんですが、このイベントがですね、いよいよ今週末11月29日金曜日の朝9時から12月6日の金曜日朝8時59分までの1週間限定でね、開催されるということになっております。で、ここではですね、アーマーガーとハラバリーの2体だけがレイドバトルに登場するということになっておりますが、テラスタイプに関しては様々なテラスタイプで登場するということになっておりますので、まあ、皆さんが好きなテラスタイプを厳選することができるということになっております。まあ、もう皆さんはすでにレイドイベントはね、何回も参加してきてると思うのでわかるとは思うんですが、アーマーガーとハラバリはね、両方ともめちゃくちゃレイドイベントで活躍してくれるポケモンたちになっております。まあ、アーマーガーの場合はそもそも耐久がね、めちゃくちゃ高くって、でなおかつ特性も優秀ということでね、今までもたびたび最強レイドや星6レイドなんかで大活躍してきてくれましたし、あとハラバリに関してもね、アシッドボムとパラボラチャージのミックスでとんでもない最強のポケモンに化けてくれるんですよね。なので、まあ逆に言えばレイドバトルで敵になった場合ですよね、まあ、今回ですけども結構強いということが予想されますが、一応ですね、今回は星5レイドになっておりますので、レベルが75固定ですね。なので、まあめちゃくちゃ強いというわけではないと思いますが、まあ、しっかり対策をして参加しないといけないということになると思います。まあ、ただこちらもね、耐久のあるポケモンで火力のあるポケモンですね、例えば鉄のカイナなんかのポケモンで攻略すると、まあ、結構楽々に周回できるんじゃないかと思いますので、まあ、今回のレイドに関してはそこまで特別にね、気合を入れて対策しないといけないというわけではないと思います。ちなみにですね、こちらのレイドイベントではもしかしたら秘伝スパイスがね、ドロップするかもしれませんので、まあ、実際ね、11月29日にこのイベントが始まり次第、ソロの攻略用ポケモンも含めて秘伝スパイスがドロップするのかしないのかというところも動画で紹介していきたいと思います。ですので、このイベントの攻略情報であったりとか詳しい仕様についてはね、29日の最新動画をお待ちください。さあ、では続いては2つ目の開催イベントですね。こちらも注目のものとなっておりますので、今からね、そちらのイベント詳細も一緒に見ていきましょう。はい、2つ目ですね、こちらカヌちゃんの大量発生イベントですね。こちらに関しても今週末の11月29日の金曜日朝9時から12月6日金曜日の朝8時59分までの1週間限定開催となります。このイベントではカヌちゃんですね、この可愛らしいポケモンが大量発生するということになっておりまして、まあ、大量発生イベントなのでね、色違いが狙いやすいと。で、なおかつ今回のイベントに関しては本能の証ですね、通常の入手確率が 1% の本能の証を持っているカヌちゃんと出会いやすくなっているという仕様にもなっております。で、おそらく今までの大量発生イベントと同じであれば5倍ですね、なので 5% で本能の証が出てきてくれるという仕様になっていると思います。で、このカヌちゃんの最終進化系であるデカヌちゃんはですね、星6レイドであったりとか最強レイドでもね、たびたび活躍してくれる
かなり強いポケモンになっておりますので、まあ、ぜひですねこの機会にこのカヌちゃん、まあ、最終進化系はデカヌちゃんですけどもの色違い、そして証持ちをねしっかりと厳選していただきたいと思います。でちなみにこのカヌちゃんの大量発生イベントはですねパルデア地方でのみ開催ということで、他の DLC マップですね北上の里であったりとかブルーベリー学園での大量発生イベントは今週は開催されないということになりますので、その点はね注意しておきましょう。さあそれでは今回最後3つ目の開催イベントですね、そちらの詳細についても一緒に見ていきましょうか。はい、最後3つ目のイベントはこちら、ラッキーの大量発生イベントですね。タイトルにも書かれてある通り、たくさんの経験値をもらって手持ちのポケモンたちを育てようということで、こちらのイベントもですね今週末11月29日の金曜日の朝9時からスタートと。でただしですねこのラッキー大量発生イベントに関しては終了が来年2025年1月6日の月曜日朝8時59分までとなっております。つまりですね色違いレッグザレイドイベントが終了するまでずっと開催されるということになっております。でこちらに関してもですね色違いレッグザレイドのための準備イベントとなっておりまして、まあ、ここに書かれてありますね、ラッキーは倒すと経験値を多めに得ることができるのでこの機会に手持ちのポケモンたちをたくさん育てて12月20日金曜日に開催予定の黒いレッグザのテラレイドバトルに備えましょうということになっております。まあ、ちょっとただ個人的に思うのはポケモンの育成を目的にするのであれば、まあ、前回と同様ハピナスレイドイベントにしてくれた方が良かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。というのもテラピースも集めれるし経験アメ L とかね XL も落としてくれるので、まあ、どちらかといえばねレベル上げとかであればハピナスレイドの方がありがたかったかなと思うんですが、まあ、今回はねちょっと運営の判断ということでラッキーの大量発生イベントとなっております。まあ、大量発生イベントということはすなわち色違いを厳選しやすくなるということですね。まあ、なのでこの機会にねラッキーであったりとか進化系のハピナスですねの色違い厳選をしたいという方もぜひこちら参加していただきたいと思います。でちなみにこの大量発生イベントに関してもパルデア地方限定ですね、 DLC マップに関しては登場しない大量発生になっておりますので、その点は注意しておきましょう。さあということで以上ね今週末に同時開催される3つのイベントについて紹介してきたわけですけども、ここからはねもう週替わりで特会引っかえいろんなイベントが開催されるということになっておりますので、まあこのチャンネルでもね週ごとにその週に開催されるイベントをしっかりと紹介していきたいと思います。で攻略情報に関してもねそのイベントが開催され次第また動画でね別途紹介していきたいと思いますので、まあ最新のイベント情報や攻略情報、あとは最新の配布情報なんかがいち早く知りたいという方は今のうちにチャンネル登録をしておいていただければと思います。そしてですねもしこの動画が良ければ高評価もしていただけますと非常に嬉しいです。ぜひねそちらもよろしくお願いします。というわけでね今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さあそれでは皆さんバイバイ。